もちろんね、今一番大きな政党は自民党なわけだから、自民党の中から次の総理が誰になるかってことを予想するのはある意味で現実的とは言えると思うんです。でもこれまでの30年の中で日本を壊してきた中心、自民党なんですよ。もちろん、民主党にもそういう側面があったかもしれないけれども、自民党なんですよ。つまりは自民党として活動してきた人間たちは、日本を壊すことに加担してきたものであるっていうことを考えなきゃいけない。だから踊らされちゃダメなんですよね。女性初の総理みたいな話で踊らされちゃダメなんですよ。何かって言ったら、これまで日本を切り売りしてきた売国政党のそれを支えた一員どもであるってことの目線が必要なんだろうと。言い方が、あまりにもちょっと乱暴すぎてね、びっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんけど、これまでがどうだったかってことを見つめないと、その人たちがこの先の日本を変えるかって言ったら変えない。変えると言ったとしても、これまで通り、大企業資本家に人々を献上するような、結果献上してしまうような状況、グローバル企業に繰り入れしていくっていうのは日本を前に進めるだけ。踊り子が変われと、その中身は変わらないんですね。振り付けは変わらないんです。そうだと思います。なので全く、今の自民党が倒れた後にちゃんとした政権を作っていくっていうのが一番いい部分なんだろうなと思います。はい。経団連っていうのは過去から今に至るまで、もちろん金や票で自民党の一番太い客であったことは間違いがないんですけれど、必ず定期的に要求、要望を出すんですね。その要望というものは事実上の命令なんです。時間がかかったとしても必ずそれは叶うんです。例えば目立ったものだけでもここに今出してみました。派遣法の改正、もともとですね、非正規労働者であったり派遣労働者という部分に関しては、これ経団連の前身の時からのずっと要望だったんですけど、経団連になってからもそれがずっと続いて、改悪が続いたと。小さく穴を開けるだけだよってことで派遣が始まったわけですよ、中曽根の時代に。これは大きく広げないよ、限定した仕事だからねって言われてたのに、どうして小泉竹中の時代にはもうそれ製造業まで広がっちゃってるんですか。それ以上に広がって事実上自由化されてるじゃないですか。それによってプラスになってんの誰よ。中抜きするやつだろってことですよ。中抜きしてんの誰だって言ったら竹中平蔵みたいな人たちでしょっていう。他にも外国人労働者、これは私は外国人を排斥しろみたいなことは言ってません。そういう意味合いではない。日本の元々の労働者が他国からの労働者によって自分たちの雇用の機会を奪われるような広げ方はまずいってことなんです。それは絶対にやっちゃいけないんだけれども、それを最大限やり続けてきたのが自民党なんですよ。そのような経団連からの外国人受け入れ問題に関する提言というものもずっと出されてた。これを拡大し続けてるっていうのは政治の意思だけじゃないんです。その意思を最初に持ったのは資本家の方なんですよ。他にもございます。ホワイトカラーエグゼンプション、これ覚えてる人いますかね。今でいう働き方改革っていうことなんですね。高度プロフェッショナル制度、それは2017年に決まったでしょ。簡単に言ったら何かって言ったら残業代ゼロですよ。1067万円ぐらい以上の人は。でも多くの人たちは1067万円以上もらってないからピンとこない。残業代ゼロって言われてもピンとこない。でもその1067万円っていうのは下げることができるんですよ。下げることができる。国会の審議いらない。省令でいけるんですよ。省令で大臣が決めればいける。ってことは何かって言ったら、この1000というラインはあくまでも今皆さんを騙すための線なんですよ。こっから下げていくんですよ。何が目的かって、残業代払わないでいいような社会にするため。どうしてかって言ったら、2005年の時点で看板を変える前はホワイトカラーエグゼンプションという考え方だったんですよ。何かって言ったら年収400万円ですよ。400万円、それ以上は残業代なしっていうような考え方が元になってた。でも2005年にはこれ評判悪かったから一回閉じたんですよ。もう一回その看板を出したのが2017年ってこと。次は1000万円ってことにしたら、1000万円で文句言う人いないんですよ。多くは400万円の時には大騒ぎだった。俺のことじゃねえかとか、ひょっとしたら俺も400万もらえるようになるかもしれないってことでみんな怒った。だから畳んだ。で寝かした上でもっと金額上げればいいやん、後から下げりゃいいねんからってことで2017年に出てきたんですよ。自民党が悪いんじゃなくて、自民党がある意味で大企業や資本家からの命令を
選挙の時の票と企業献金でこれ売り渡しちゃってんですよ、政策を様々。そういう現状。消費税に関してもそう。消費税はあなたの社会保障のために使われている？冗談じゃない。一部しか使ってませんよ。多くは何のために使われてるかっつったら、大企業に対する減税、金持ちに対する超優遇、その穴埋めが消費税なんですね。むちゃくちゃじゃないですか、そんなのね。え、払ってる意味あるかっつったらほとんどないですよ。あなたとほとんど関係ないんだからって。他にも武器輸出、海外に武器売らせろ、それ言ってんのが経団連なんですよ。武器を売るためには国からまず開発するのに金もらって、武器作って国にもかわして、で海外にも売れるようにして、最終的にはその武器を消費するっていう、戦争するまでのサイクルが一つになる。さっきのアメリカの話と一緒になるんですよ。今この国は頭打ちだと。俺たちに金儲け最終的にさせるためには、一番この残してた部分、つまりは武器関連のビジネスに突入できるようにルールを変えていけっていうのが、これ自民党と経団連の間で古くからずっと育ててきたことなんです。そのためには集団的自衛権も合法化しろってことなんですよ。違憲じゃないようにしろ。つまりは何か、アメリカが攻撃されてます、同盟国です。その攻撃されているアメリカを攻撃している国に対して日本が攻撃できる、これは合法、それが集団的自衛権。でもそんなことやっちゃったら戦争になっちゃうんですよ。当たり前ですよね。例えばアメリカと中国の中で争いになって、中国がアメリカを攻撃した、日本側は何やってんだっつって中国を攻撃する。中国側からしたら日本に攻撃されたんですけどっていう話になりません？当たり前ですよ。だからやばいって話なんですよ。こういうものには手をつけない。なぜならば私たちは先の大戦からの反省で平和国家を目指しているからですっていう筋でずっと来たから、これは許されてきたことなのに、最終最後でアメリカ側から要求されてることを飲んだってことなんです。日本側が求めたことじゃない。経団連やアメリカ軍がこれはずっと望んでたこと、そこを取り払って前に進めるってことをやっちゃったんですよね。他にも当然憲法改正が必要だと。どうして経済団体が憲法改正のことなんかに口出すんですか？おかしいでしょ。どうしてかっつったら、憲法を改正し集団的自衛権やその他のこれまで許されてこなかったこと、そして武器輸出みたいなものも全部ワンセットにするのが経団連のハッピーセットなんですよ。これ新たな金儲け、新たな地平を俺たちに与えろと。海外の企業見てみろよ、武器ってとこに手出してみんな爆儲けしてるじゃねえか。俺たちにもそのチャンスをよこせって話なんです。ありえない。国の在り方を変えてしまうし、逆に言えばそういったことで日本国内で軍拡をしてしまうことによって日本が標的になるという可能性をさらに増すものにさせてしまう。でそういうことを言うと、じゃあどうすりゃいいんだって、外交しかないんだよって。バカなんじゃないの、外交なんてできる相手じゃないだろうって言うけど、じゃあ聞きたいけれども、北朝鮮からミサイルとして飛んできたもの、ロケットとして飛んできたもの、安倍政権の後半から今に至るまで100発以上ですよ。日本がどうやって対処してますかって言ったら、クレーム入れてるんです。どこにクレーム入れてるんですかって言ったら、中国にクレームを言って中国に北朝鮮に言ってもらってるんですよ。それって外交って呼ぶのかって。直接もの言えない状態でどうやって拉致被害者奪還すんだよって。口では言う、ブルーバッジつける、自分の政治的使命ですとは言うけれども、本質的にそれを解決するためには何もしないじゃないか。逆に危険を煽り続けて軍拡に進んでいきながら票と金もらいながらそっちに金が流れるようなことしかしないじゃないかって。国民を危険にさらしてるってことですよ。冷静に考えてください。中国などからミサイルが飛んでくる危険だって言うんだったら、どうして日本海側の原発は絶賛再稼働中なんですか。戦争においても原発は標的になるってことは明らかになってるはずですよ。どうして絶賛稼働中。本当の意味での安全保障なんて何も考えてないってことですよ。そういった意味でも言われた武器、その輸出っていうのは絶対にやっちゃいけないことだというふうに思ってます。ありがとうございます。普通に考えてね、勝ち馬に乗りたいっていう気持ちで言われてるんだと思うんですよ、その方は。そりゃそうですよね。自分が投票した人が負けるよりも勝つ方に
かけたいって思うのが、まあ、人の心理かなと思うんですけど、それをやってしまうことによって地獄が生まれてきたんですという部分をお話しした方がいいということだと思います。例えばですけれども、この30年景気が悪いんだ、賃金下がりっぱなしじゃないかよ。で、この30年以上の間、日本国において政権運営を担当してきたのは誰なんですかってことなんですよ。自民党でしょ。自民党、経済はもう自民党やろって、一体どういう意味で話してるんですかってことになるんです。意味不明なんですよ。経済音痴が自民党だっていう認識に立たなければ日本の経済なんて変えようがないんですよ。で、自民党政治が広げてきたものは何かって言ったら、大きな企業であったりとか、そういう人たちが豊かになっていくということをやっぱり一生懸命やってきたってことです。で、私は大企業が儲けるってことを悪だって言ってませんけれども、全体、それ以外の人たちがある意味で大きく打撃を食らうような、もっと言えば搾取されるような、社会を拡大した上で一部の者たちだけを金持ちにしていくようなことになったら国壊れますから、そういうものから方向転換していかなきゃダメなんですけど、やっぱり金と票、選挙の時の票と金でこれ政策売っちゃってんですよ。様々ってことですね。それで力を得てるってことなんです。票を集めて落選した時には、就職を世話してもらって、金と票と様々なもので政策を売り飛ばしてこの国を衰退させてきたっていうことがあるから、自民党じゃダメなんだ。それ以上でも以下でもないんです。で、例えばですけれども、自民党の一番のお得意さんって誰だろうかってことを考えた時に、様々いるんですよ。地元の名士だったりいろんな人もいるんですけれども、やっぱり一番大きなバックグラウンドは、屋台骨は経団連なんですよ。この国で一番大きな経済団体ですね。で、彼らが政治に対して要求する、金と票で、いろんなものを買収していくわけですよ。政策をお前これやれよって命令するわけですね。事実上お願いするという形で、事実上の命令が下って政治で一生懸命法改正をしていくってことの繰り返しなんです。例えばだけども、派遣労働者であったりとか非正規ってものがどんどん拡大していったっていうのがこの国にありますよね。それを望んだのは誰ですかって言ったら、当然これ経団連なんですよね。経団連が政治に対して要求をし続けた。だから何度も何度もいろんな形でこの派遣労働が解約されたりとか、非正規が拡大していくってことが前に政治で進んでいくわけですよ。他にも外国人労働者、外国人を日本国内に入れるなってことを私は言ってるわけじゃないです。そんな、そういう排除的なことを言ってるわけじゃなくて、もともと日本で生きている方々、働いている方々が賃金が下がったりとか職が奪われるような状況を作っちゃダメだから、安い労働力を大量に入れるってことをやっちゃダメだってことなんです。日本人でさえも日本国内において、労働者としての権利って守られづらいじゃないですか。そこに加えて外国人を大量に入れてきたときに、彼らも奴隷扱いされるわけですよ。奴隷使いされてるんです。外国人労働者を扱っている、例えばですけども、これもどんどん拡大されていったってことですね。ここに関しても、長きにわたりこれは経団連が求めてきたこと。消費税に関してもそうでしょ。消費税って皆さんの社会保障のために必要だって言ってきてるのはここ最近のことですよ。後出し。もともとは何かって言ったら、やつらって言ったかな、一部の者たちに減税するために穴埋めとしてみんなに増税なって、直間比率の是正、直接税、つまりは大企業の払う税金を下げるために間接税、消費税を入れようぜって、それが 3% から 10% まで拡大されちゃったっていうのが消費税なんですよ。なぜ自民党じゃダメなのかってことなんですけど、やっぱり全体の奉仕者、みんなのことを考えずに一部の者たちだけに自分たちのできることを精一杯やるってことを繰り返して国を壊してきたんですね。消費税必要だって言われるけど本当ですかって、昭和の終わりから令和の初めまで見ていくと階段がずっと下がっていくような形になる。これ何ですかって言ったら、法人税率下がりっぱなし。ここまで減税してもらってる人この中にいないと思いますよ。で、どうしてここまで税を安くできるんですかってことは、この縦に入った線、消費税増税のたびに法人税は下がるっていう約束になってる。直間比率の是正、直接税、法人税などを下げるために間接税、消費税を入れたんだよって、皆さんにほとんど関係のない話なんですよ。でも絞り取られるんですよ。景気が悪い時に増税したらどうなる？より景気悪くなるんです。
景気が悪い社会の中で消費税を上げるバカ国家は日本以外にないんです。何度も上げました。で、経済ここまで弱らせました。誰のためですかって、買い主のためですと。それ以上でも以下でも10年以上自民党が続いている原因はなぜかと思われますか。はい、大人が考えてないからだと思います。簡単な話ですね。大人が、まあ考えてる人もいますよ。お金でや、自民党と切れたらお前金入ってこへんやなるやないか、仕事が切れてまうやないか、これはしょうがないです、ある意味でね。だってそういう関係なんだから。でもそれ以外の人たちどうして入れるってことになりません？いや、もう自民党しかないやんって、ちょっと待って、30年悪くなり続けてんねんよ。それでも自民党しかないっていうふうに思っちゃうところが、これは私も含めて、以前の私も含めて非常に浅はかだなと思います。つまりは何かって言ったら、政治は育てなきゃダメなんですよ。自民党の対抗がいないんだったら、その対抗を強くしていくために、有権者が、この国に生きる人々が政治を育てなきゃダメなんですよ。政治家を、政党を。そう考えた時に、手垢がついてない政党ってほとんどないじゃないですか。宗教絡みだったり、どっかの団体絡みだったり、そういうの一切ない。ある意味で一人一人のこの国に生きる市民の皆さんが横に広げてくださったことで、3年で8議席いった令和にぜひ期待をしてほしいな。一緒に広げていただきたいなっていう思いです。ありがとうございます。